どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。全容量 25g 小粒タイプのさやです。何の小粒なの？鼻から芽が出るタイプの小粒です。何の芽が出る？さやです。気持ち悪い。エイリアンより立ち悪いな。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか？せーの、あごどれぞ。誰が言ってんのこれ？イルカ。イルカなんだお前。泳ぐな中トロ。誰だこいつ。象魚。ということで今回ですね、こちらでございます。ガチャーガチャーということで、ガチャっていう単語2回目なんですけれども、前回やったのは絵柄ガチャでしたね。でしたね。はい、作者さんのお名前と漫画のタイトルが、はい、まあ、ランダムにねガチャで出たやつを組み合わせて絵を描くっていうお絵描き対決やってたんですけども、今回やってる企画はこちら。料理チャンネルに移行します。え、なんで？企画説明の前に衝撃の事実が明かされたんだけど。お絵かきチャンネルでバカ野郎。今回やっていく企画はこちら。どでプロの石だったらガチャで出たもの何でも絵描ける説。ということで、はい、今回はですね、ガチャで出てくるものが、はい、画材になります。画材。画材ってなんだって話なんですけど、まあ、今回ね、まず何をやるかを簡単に説明させていただくと、はい、20分。460本勝負。そんなやらないんですけど、さ、460好きだな。あのね、今回やるのが、1回戦ごとに20分の制限時間でやっていくんですが、その中で10分間線画、はい、10分間色塗り、っていう風に、もう制限時間をね、明確に分けて、20分で仕上げるっていう感じでやっていくんですけども、塗る画材を今回ガチャで決めたいと思います。一般的に言う色塗りの画材だけが入ってるとは限らないね。宇宙の哲学から考えて何が画材なのかというところからまず求めていこうと思うんですけど、だから毎回スケールがでかいね、いちいち。はい、では2番の鈴木さんからご意見をお願いします。誰だ2番の鈴木さん、どこにいるんだよ。ディベートすんないきなり。ということで今回はですね、はい、6個ここにねまたあるんです。こちらにランダムスロット。忠彦くん、正彦くんじゃないんだ、弟だったんだ。今回もまたねガチャポンがあるんですよ。ガチャポン、はい、ご用意しました。ガチャポンご用意しました。この中に6個カプセルが入ってて、SSR、SR、レア、ノーマルっていう風にね、はい、入ってるんですよ。なので今回はね、明確に当たり外れがあります。3個外れがあると。外れがあると。やべえお絵描き対決なんですが、早速やっていこうと思います。レッツラー活力。ということで、早速やっていくんですけれども、じゃあ、このテーマを何で書くかというとね、実は今回、案件でございます。なんとですね、今回、ネクソンさんの新作 MMORPG の V4。V4! スマホでも PC でもできる、今、アプリランキングでもうね、1位を取ってるので、知ってる方もいると思うんですけども、はい、そのゲームがめちゃくちゃすごいので、この後紹介させていただきます。はい。なので、今回書いていくテーマは、まあ、V4 って RPG なんだけど、職業選択ができるわけですね。うん、はい、クラス選択みたいなのができるわけで、その職業が6個あるので、その中から3つ、はい、テーマにしていきたいと思います。1回戦目のテーマはですね、職業は、はい、マジシャン。マジシャン。はい、テーマはマジシャンでいこうと思います。どんな能力かというと、はい、杖を使って魔法を駆使して戦う。おー、マジックですね。はい、もう一般的にゲームでおける魔法使いなんですが、ハンカチが消えるタイプじゃないことがここで明らかになりましたね。最初から明らかだったと思うんですけども。田中さんわかりますよ。だからディベートすんなって。イマジナリー田中やめろって。ではまず、塗る画材を決める前にですね、線画を10分間で描いていきたいと思います。マジシャン。よーい、シャンマジ。いやでも V4 ね、本当にね、すごいゲームなんですよ。ね、ゲンさんだってもう総プレイ時間23962時間だもんね。いつリリースされたと思ってんの？やばいやばい。やばいやばい。やばいやばい。どれくらいやばい？地球が滅亡するぐらい。嘘！そしたらもう大根おろしが核爆発するぐらいやばい。それはやばいわ。じゃあもうさ、マジシャンのテーマ歌ってさ。マジマジ、マジマジマジ、本当にいるのか、マジシャン。ダサくね？びっくりした。やばい、こんなにダサい曲作れるんだってくらいダサかったね。ね。ということで、ちょっと過ぎたんですけども、はい、第1回戦、マジシャンの線画。せーの、でどん。おー、マジシャンな感じ。なんか普通にマジシャンだね。そう、あ、杖ちっちゃいんだ。だけどこの先っちょに精霊がついていて、その精霊がキューンってマッハ42で飛んで、急に強くない？精霊敵を貫いて倒す。思ったよりエグかったせい。なんて名前の精霊な。さゆり。さゆり？ゲイさんのやつ強そう。森に住んでそうだね。森の奥にいそうだよね。右手でコアみたいな。コアみたいなのを常にコントロールしてて、こっちが魔術のコアなの。で、その魔術のコアを使って、魔術エネルギーみたいなので、ブワーっていろいろ生成できるんだけど、まあ、杖とかね、刀、剣とかね。いろんな武器に持ち帰れる。持ち帰れることができるみたいな。ああ。そういうタイプ。今から10分で今度は色塗りしていくんだけど、はい。画材ガチャでございます。画材ガチャしていこうと思います。ではこれはジンバブエドルを換金して100円にしてきたものです。もう100円でいいじゃねえかじゃん。日本円で100円でいいよじゃあもう。うわ緊張するなこれは。いけ。いけー。あー。待って。どっちも赤ということは、今回 SS レアと SR だけ、うん、金色に入れてみました。そう金色のカプセルに入ってるので今回これはもうせーの。ででんでん。マニキュアマニキュアと当たりやんけそれ。結構当たりじゃないかな。普通に当たりじゃんそれ。ということで、はい、こちらでございます。じゃあ懐かしいクーピー。小学校の時使ってましたねクーピーよくね。使ってた。これいけるっしょこれ。見ろよこれ。なんだこれ。しかも2色しかない。じゃあということで、はい、マニキュアとクーピーで10分間やってまいりましょう。よーい。ズップン！なんかこの感触懐かしい。マニキュアなんて初めて出たんだけど。初めて、怖い怖い。くっさ。弦くっさ。俺じゃねえよ、くせえの。意外と線画が残る。優秀。ほんとだー。一色だから逆に迷いはないから、とにかく作業する分に、そうそう触れるな。僕はこの子がそもそも赤だと想定してなかったのに、急になんかさ、炎の魔術師みたいになっちゃうからね。確かに。もう赤くなるしかないから。ある日、森の中、熊さんに出会った。ところで少女はそこで何を思ったでしょう。急にクイズ始まった。第1回戦マジシャン色塗りガチャでやりました。せーの、でど。すごーい。超アーティスティックやん。くせえんだよ。塗れるとは思うけど。一周がやばい。やばい。意外と下の線が残ったからよかった。さやさん、いい感じじゃないですか。クーピーとかもっと重ね塗ってかないとね、見れるもんにならないからね。この子ちょっとさ、マジシャンっていうよりなんかちょっとエッチじゃない？特技はお菓子作りです。あ、そうなんだ。可愛くない？可愛い。1回戦目マジシャン。はい。テーマで。じゃじゃーん。こんな感じですよ。第2回戦。第2回戦。テーマは、こちら。ドドン。ブレイダー。ブレイダーっていうのが、はい、両手持ちの太刀と片手持ちの小太刀を駆使して敵をなぎ払う剣士キャラでございます。しかも二刀流ですよ。二刀流の剣士キャラ、ね、ということで、じゃあまずは行きましょう。10分間で線画タイムでございます。よーいスタート。大きな武器を持っている小柄な子って最高じゃない？もう子って言った時点で最後何を書こうとしてるのかもうなんとなく分かっちゃったっていうね。まあ僕はちょっと今回も性別は女子でいきましょうかね。嘘。じゃあ私はキッズでいきましょうかね。分かってるよ。性別じゃねえだろキッズって。やばい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 。ね。人生ゲームだと開拓地に行っちゃったぐらいやばい。結構やばいそれ。ということで、第2回戦の線画です。線画ブレイダー。せーの。デドン。ブレイドってるね。もうブレイダーって感じでしょこれ、うん。女の子だ。そう、一応女の子。で、ちょっと不敵な笑みを浮かべてるぐらいの感じの強そうな感じの子にしてみました。で、世界観っていうかなんか装備の感じはさっきの子とちょっと似てるみたいな。うん、はい、こんな感じでございますよ。これはひどくさやの好みの書だね。もうルツボよ、これは、うん。これはひどいよ。いや、そう、これは身長よりはるかにでっかい剣1本と、ちっちゃい剣を、背中に1本と、腰に1本常に持ってて。なるほどね。小手だけすげえごっついのつけてる。急にね。すげえごっついのつけてる。うんうんで、年齢は230歳ぐらい。出た、ショタジジもう好きじゃん、ただの。地球委員会だからね。はい。今のお気持ちを。納豆ご飯です。日本円です。じゃあ、画材を、はい。次決めていきたいと思います。あはい。まだ赤だ。おおおではならず。どっちもまたですね。っていうかさ、これもう確定しちゃったんだけど、次が SS レアと S レア同士の戦いになるからガチンコ映画対決になるんだよね。確かに。次回が。まあいいや、とりあえず、ハズレ同士いきますよ。はい。せーの。バキオ。で。うせやん。マジで言うとこれもマジで言ってんのって感じだけどね。修正ペンってなんなんて。外れすぎんだろ、こっちどっちも。ということで、こちらにございますのが、はい。賞味期限の切れた醤油にございます。悲しいでしょ。こんなに残ってない賞味期限切れてるんやで。自炊をしないもんでして、賞味期限が切れてしまった醤油でございます。ね。すごい醤油の香り、ここ。臭いね。さっきマニキュア臭かったけど、今度醤油の香りがプンプンする。でもすごいわ、これ。やばいわ、これ。匂いだけは醤油ずらってか。匂いじゃなくても醤油なんだよ。もう匂いも何から何まで醤油なんだ、そいつ。ということで、次、また10分間。やってまいりましょう。入れのり行きましょう。はい、せーの。ねえねえ、僕さ、使っていい？ミリペン。あ、いいですよ。ミリペンちょっと使わせていただきますね。なんかね、こう、他の画材と工夫しないと無理だよ。誰中性ペン入れたバカ野郎。あれ待って。結構いけんじゃないこれ。嘘、それはやばいぞ。マジ？いけるってこれ。醤油はちょっとサイドが低いです。誰も醤油サイド求めてない。ちょっと発色が良くないですね。うん、発色のいい醤油って逆に何なんだっていう。何を求められてるの？サイドって醤油そんなに外れじゃないんじゃないかっていう気すらしてきたの。確かにインパクトだけあるけど。いや、醤油は俺の心の友だったのか気づかなかったよ。ごめんな、いつも俺のそばにいてくれたの。いいんだよ、気にしないで。私はみんなの食卓のためにある。うん、醤油。間違ってねえよ。お前は本当は食卓のために生きててほしい。じゃあ第2回戦、ブレーダー。せーの、デドン。嘘、すごくね、結構水彩映像感出たでしょ。セピアやん、ただの。ただね、色がね、濃くならない。まあそうだね。同じ濃さになっちゃう。もともとだって醤油自体がさ、発色良くないからね。あ、ゲイさんめっちゃかっこいい。これ修正ペンって単体だとただの白じゃん。逆に白が線になる状況を作らなきゃいけなくなったから、せっかくさっき描いた線画をまずそうミリペンで潰すとこから始めるって意味わからん作業をさせられた。かっこいい。色付きっていうよりも逆にまたペンで絵を描いたって感じになりましたね。でさらにそこで醤油で色描いてみたらいいんじゃないかな。そしたらもっと味が出るってね。お後がよろしいよ。クソ悪いわ。ということで第3回戦でございます。ラスト。はい、第3回戦はこちら。あ、こちら。大砲を装備した斧を駆使して敵に立ち向かうだそうです。かっこいい武器ですよ。はい、めちゃめちゃかっこいい武器を持った、まあ、斧タイプですね。斧タイプのものになんか銃がついてるらしいですね。オッケー。最後もまず最初に10分間で線画を作ってやっていこうと思います。わかります。よーい、アクチュラー。ケモミミちゃんにしようと思って今回。彼女はね、自然と共に生きる一族の出だん。自然を敬い、すべてを自然に任せる。そして自然を守る。そういう一族の出だん。村の収入は村長がうまくやってる FX で狙われている。なんでだよ。その子の特技を狩り。その子だけ急にあれなんだね。自然と生きてるっつってるでしょ。その子しか自然と生きてねえじゃねえか。ということで最後の線がアクスラー。せーの、デドン。あ、かわいい。あー、民族系。そう。もう山の中に住んでる民族系。はいはい。でもなんかさ、ちょっと被ったね。確かに。どっちもなんかこう、民族系のちびっこちゃんみたいな。ちびっこちゃん。これね、ちびっこちゃんのイメージがね、そう。この V4 のアクスラーが結構ちびっこ系なんですよね。そう、かわいいのめっちゃ。さやさんのは完全になんかこう、ケモ耳系の。そうよ。かわいいじゃないですか。名前はリュミャーっていうの。あ、リュミャーっていうの。名前まで決まったんだ、この短時間で。リュミャーっていうの。日本語訳するとかさぶたにするわ。散々な名前じゃねえか。僕のはもうこれですよ。かわいい。なんか雪国に住んでそう。鳥っぽい。ちょっと鳥っぽくしてみた。モフモフで。モフモフで。でもなんか一緒になんか魂飛んでそう。実は、超能力者？そう、この子の周り斧がブン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 って回ってるタイプ。あー、好きそれ。めちゃ強い。で、今これは置いてるだけ。じゃあ、ガチャでも回して台無しにしていきましょうや。いやでもね、最終戦これね、SSR と SR しか残ってないんですよ。だから僕とさやがそれぞれ入れた、そこそこかける画材が入ってるはず。バカだな、君は。何？僕がその程度のことで満足するとは思いかい？どういうキャラな、お前。ラスボスみたいなこと言い始めたけど。君が引く可能性もあるのに何かをしでかしたってこと？もしかして。何事もモロハの剣って言うじゃないか。モロハすぎんだろ、1/2だぞ。偽物を入れといたのさ。おい！ふざけなくていいんだよ、ここは。だって人生にはスリルが大事っておばあちゃん言ってたじゃん。そう、おばあちゃん。おばあちゃんの教えが YouTuber すぎる。いやー、緊張するね。マジで頼むよ。ね、お互いをお互いでナイフで刺していこうよ。せーの、バキョン。あ、待って、嫌な予感する。いくわよ。嫌な予感する。せーの、でどーん。え、なにし、え？やったー！コピックってすごいいいやつなんじゃない？うるせえよ、もう。シークレット、ご用意させていただきますね。え、そんな大層なもんなの？こちら。さやさんがもう二度と使うことのない、果てしなくゴミに近い化粧品たちでございます。おい！やったやん、前。この動画でやったやん。格差マッチで参りましょう。格差ありすぎんだろ、これ。格差社会にも程があるだろ。なんだよ、どっちも金色なのに。じゃあ行きますか。はい、では10分で、よーい、スタート。ピピー。あ、でも待って、結構いいな。待って、結構いいな。結構いい。嬉しい誤算がある。うそー。これアイライナー？そうですね、アイライナーですね。このアイライナーが非常に描きやすいです。あるとあらゆるアイシャドウを推理まくってね。今インクが出なくなってしまったので、ね、絵に使うぐらいだとちょうどいいですよ。え、何それ、めっちゃいい感じでしょ。くそー、こんなはずや。コピック楽しい。うるせえ。ファンデーションでちゃんと肌色を入れると入るんですよね。これが前回も学んでるんで。やめろ、いろんな経験を生かすな。ラメラメ。信じらんないくらいラメラメだった。びっくりした今。それはあれだよ、ゲンさん。まぶたの下の方に塗って涙袋を作るの。こうするとキルンキルンの目になるのよ。ね、楽しまなくっちゃ。うるせえ、帰れ。久々だな。ゴリッといきますよ。もうさやさんがいらないと言ってるので、本当にいらないんだよね。うん。結構もう取り返しのつかないからもうボソボソさせてるけど。本当だ。それはね、私が大学生の時にお母さんに初めて買ってもらった化粧。使いづれえな急に。ということで最終戦、はい、アクスラ、せーの、でどん。うおー、すげー、なんかいい感じ。可愛くない？うん、可愛い。どう？化粧品の広告みたい。あ、化粧品のマスコットキャラクターみたいな。そうそうそう。え、可愛い。めちゃくちゃ頑張ったでしょこれ。あー、負け負け。なんなんだよそれ。あー、まあ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 。いそうでしょでもこういうキャラ。いそういそう。あー、まあいい感じだけど、制限された環境で言ったらもうね。じゃあ第423回頑張ったでしょうはゲンさんにあげるよ。消しカス。まあ3回戦やってきました。1回戦目のマジシャン、はい、こちら振り返りますよ。実はねこれ多分直接見ないと分かんないんだけどね、マニキュアにラメ入ってたみたいで、めっちゃギラギラしてんだよね。割といい。で2回戦目のブレーダー、はい、醤油、はい、醤油って普通に絵だけどね、なんかちょっと結晶なってる。醤油の結晶になってる。嘘だろ。で最後さっきのこれアクセラーちゃん、なんかこう無理してんの。頑張ったね。僕だけじゃね。頑張ったね、ゲンさん。ということでこう V4 の職業でやってきたんですけど、実際 V4 の中ではこの職業たちはどんな感じなのかと、実際やったんだけどめちゃめちゃ綺麗でかっこいいゲーム、もうとにかく見ていただきたい。なので早速ご覧ください。どうぞ。イエーイ、やべえ。すごくない？そう、これPC とスマホ、まあ iOS 版も Android 版も全部クロスプラットフォームでできるので、ね、マジで PC クオリティの感じなんですよ。見てください、これが。かわいい。これが僕のキャラクターです。僕が作った最強の美女。この顔さ、僕の好み出てる。やばくない？出すぎて怖い。びっくりするでしょ。これ何がすごいって、キャラクターメイキングめちゃくちゃ細かくできるの。あ、できるできる。キャラクターどういうのかっていうと、6個のね、職業から選べてて、大体ね、これね、MMORPG ってさ、職業ごとに特性とかってあるじゃない？あるね。全員アタッカーなんだよね、このゲーム。だから、バズバズ攻撃していく感じだから、どのキャラやっても爽快にできます。これあれですね、テーマの方でもやったブレーダーですね。めっちゃかっこいいな。で、これガンスリンガー。これ僕このガンスリンガーってやつを選んでますね。さやはこのアクスラーちゃんですね。アクスラーちゃん可愛いんだよ。何って、アクスラーちゃんね、おいっ子ないよね。で、これで例えばどういう感じで作るかっていうと、ナイトお姉さんを言語のみに、こねこねしていこうと思います。誰ですかあなた、いきなり。番組の人、おばさんみたいになってきてる。だからこれプリセットで決めるのもできるんだけど、まあ、こっから普通にいじったりしてって、これ見た目の詳細設定っていうのがマジで細かいよ。色とかもめちゃめちゃこうやって、ツヤも決められるし、キャラクターメイク大好きすぎて、2時間ぐらいかけるタイプの人間なんだよね。僕好みに染めたがりー。いや、これはマジで誇張じゃなく、このキャラメイク死ぬほど楽しくて。こっからよ。ここがやばい。やばい。今のところあれですよ。ここまでで分かっていることは、V4 のキャラメイクがすごいと、ゲンさんの好みはこういうタイプです。いや、まだ僕の好みになってないんだけど、まあちょっとやってる暇ないから、手っ取り早く僕の好みを伝えると、ちょっと眉毛はまあちょっと長めにしといて、眉毛のマックスまで太くします。角度ほら見て、ちょっと下げる。これ大事。鼻毛お姉さんだね。ちょっと困ってるでしょ、顔が。最高だよね。ちょっと色変えよう。先進んでいただけます？で、これ今から、さやとね、仲間になって、一緒にパーティー組んでいけるわけです。はい、これ28レベルなんで、さやさんは僕よりやってないですね。くそ。レベルでマウント取ってくぜ。あ、いた。あ、どうも。はい、これさやのキャラの、アクスラーちゃんですね。アクスラーのヤオちゃんでございます。めちゃめちゃ可愛いですね。はい。コピト族なのでこんな姿でも20歳なんですよ。嘘、そういう設定があるんだ。これ今ね、友達とやってるモードじゃないですか。サーバーという概念があるんですけど、はい。サーバーの垣根を越えて、600人同説して、参加してバトルする、レイドバトルみたいなモードもあったりして。すごいよね、それね。そして、やればやるほど強くなるゲーム。装備ガチャがないんですよ、このゲーム。とにかくゲームやっただけ、戦闘能力が強化されてくんですよ、勝手に。じゃあちょっとさ、討伐しに行きましょう。米ぬか丸急いで。ああ、早い。明らかに早い。見てわかるレベルの速度の違い。おい、さやさん、ちゃんとついてきて。ねえ、好きなやついるの。ねえねえ、好きな人いる？私結構カッセルが気になってるところなんだけど。カッセル気になってるんだ。うん、それ内緒だよ内緒だよ、恥ずかしいよ恥ずかしいからやめてよもう。女子会すんなよお前。あとあれでしょ、イブリンちゃん好きなんでしょ。イブリンちゃん俺好きな、本当に好きなの。絶対好きだと思った。マジで好きだ。ちょっとごめん、ちょっと待って、ごめん、旅してる場合じゃねえ。みんなに見せる。イブリンちゃん可愛いね。なんでこの子を操作キャラにできないんだろうってぐらい今イブリンちゃん好きなの。そう、すっごいいい子なの、しかも。めちゃくちゃ可愛いんですよ。これちょっとね、メインクエストで関わっていく仲間たちなんだけど。そうなの。その中でも僕はこのイブリンちゃんが可愛すぎてちょっとビビってる。自分も可愛いし、イブリンちゃんも可愛いし、ゲイさん怒られないかなってぐらいなんかゲームの魅力紹介できてるか不安なんだけど、でもこれが魅力だと思うよ。こんなになんかさ、支離滅裂でゲーム紹介することなくない？僕やめてください、鼻息が荒いです。さあ、これが戦闘です。皆さん見てください。サイさん邪魔です。邪魔です。見せてください、戦闘。おい、ガクさんバカ野郎。この今、右下のところでスキルを切り替えて使ってるわけです。いや、これかっこいい。動きがほんとかっこいいよね。そしてこれね、カメラワークが自動で切り替えられて、見てください。ゲームプレイ中に PV っぽく勝手に動かしてくれるっていうモードがあって。かっこいい。 UI を消せるんですよ。周りのこういう情報を。ね、これがすごい。だからゲイさんがこんなにかっこよく決めてるのに、セイさんが混入してしまったこの映像も撮り放題ってわけですよ。バカ、かっこいいカメラに入るのバカ野郎。見てください、デビル覚醒モードがあってですね、覚醒モードがめちゃめちゃかっこよくて強いんだよね。この左下の赤いゲージのところがたまると覚醒モードに入ります。じゃあちょっと早速いきますか。この辺でもいろいろモンスターがいますね。ね、すごいいっぱいいるよ。でもこっちからね、仕掛けない限りは襲ってこないので。え、まだどこにいるの？ん？待って、今いたの一瞬で討伐しました。ということで、メインクエストっていうのを進めていくと、レベルを上げていったり、基本的なことを学ぶことができるんですけど。ほいほい。ほい。ということで、こういう感じで。イブリンちゃんだ。あ、イブリンちゃん。イブリンちゃん。イブリンちゃん。イブリンちゃんかわいい。こういう感じでメインストーリーはフルボイスで進行していくので、一人でやっていくにも十分楽しめるゲームでもあります。で、ちなみにですね、メインクエストをみんなと一緒にやりたいから、メインシナリオはとっとと終わらせて、いろんな機能だけ開放していきたいよって人も多分いると思うんですよ。ありがたい機能があってですね、メニューのとこから一番下の設定っていうのを選ぶと、この名役の旅路クエスト連続進行、これがね、メインクエストの進行がオートプレイでやってくれるっていう設定ができるんですよ。つまり今これは青いやつ、これのメインクエストを手放しで動かしてくれてるって状態になる。こうやってやっていくと、まあ合間合間でね、こう様子を確認しつつキャラクターを育成しながらメインストーリーをオートで進行することができると。じゃあさやさんと合流しましょう、一回。ということで、また街に来ました。かわいい。やば、かわいいね、みんな。すいません、ゲンさん、その流し目いいね。こっち見て、こっち見て。ああ、いいね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 。もういい、俺お前の召喚獣の犬と遊んでる。あれ来たの、さや来てた。まあこういうゲームといったらギルドなんですよ。で、こちら、いろんなところにあるギルドに加入することもできるし、設立もできるので、ちょっととりあえず今、試しに作ってみます。僕も今これね、作るの初めてなんで。ギルド名何にする？さやさん。ナブイメサンチってなど。え、何？ナブイフォメンサンツポップ。下手くそか、お前な。え、でもよく見て！ V とツってちょっと似てるのでは。角度が全然違うと。かわいいね。じゃあこれナブイメサンチ。もうこれで設立できたんだ。ね、できたんだね。じゃあ、さやさんを早速、招待しようかな。イエーイ、ヤオさんこんにちは。ヤオさんこんにちは。サブマスターに任命してあげましょう。ありがとう。入ったばっかりなのに役職を手に入れた。これがコネ入社。ということで、今回 V4 紹介してきましたが、さやさんいかがだったでしょうか？いやー、夢の冒険のマップが広がりんぐってわけですよ。なんだ、紹介最後にいきなり下手くそか。一番下手くそだったよ、これ締めなのに。いや、でも本当に自由度高く、簡単にできるのにクオリティが高いっていうね、自分のやりたいように好き放題楽しめる V4。ぜひおすすめですので、概要欄の方から詳細チェックしてみてください。こうしてナブイメさんちの新たな幕開けとなったのであった。次週ペンギン料理に挑戦してみる。米ぬかスタンバイ。